学びをエンタメに Enjoy. そろそろセンスボルトよすけです。はい、今回ついにですね受験案内こちら出していきたいと思います。出願をよすけ結構久しぶりですよね。いやもう何年ぶりかっていうぐらいあれですよ。ちょっと書き方を忘れてるんで教えてください、はい、OK です。じゃあこの後ですねしっかり皆さん特に浪人生の方もどういう書き方をねするかわからないと思うので僕もこれからちょっと手元に移して説明したいなと思います。その後一緒に、はい出しに行っていきましょう。はい、はい、じゃあそれでは手元にどうぞ。はい、ということで今回は大学入学共通テストの受験案内、まあ、出願が10月6日までということなんですけれども、実際ですねこの受験案内が届いた時にどういうふうな書類が入っていて、そしてどういうふうに書くのか、せっかくならそれをですね全てお見せしようかなと思ってます。でまず前提としては必要なものは何かっていうと、こちらはですね、まあ特に高校生の現役生はこれ書かないんですよね。実際これ学校でね書く指導がありますので、これを書くのはそもそも浪人生ですよと、基本的には。じゃあ浪人生ってことは何かっていうと、ここ、はい、資格証明書、つまり事前に用意すべきものとしてはこれです。まあ僕だったら高松高校を卒業してますけれども、これを学校に言って取り寄せると、事前にね、そういうことをしておいてください。 OK ですか。で、これ10月6日までになので必ず必要なのは卒業証明書で、もう一つあってこれを開いてください。したらですね、このようなもの、これがまあ志願表というものですね。でこれは必要です。志願表が必要。そしてもう僕は書いちゃったんですけれども、この何枚かね、何セットかあるんですけれども、まあ、簡単に言うとこういうものです。銀行に振り込むもの、これは正式通知を希望しないの3教科以上なので、基本的には正式通知を希望するの3教科以上、白いものですね。でこれを書くんですけど、見てください、支払い期限10月6日なので、もし万一今の時点で出願出してないよっていう人は、先にやるべきは志願表書くことじゃなくて、これを払い込むことです。これを払い込んでしっかり受け取ったら、ここに貼るんですよね。 OK 貼ると。でそしてもちろん卒業証明書はぜひ自分の高校に取りに行く、あるいは郵送で送ってもらうということをお願いします。 OK ですか。そうだから、これ現役生からすると、実際こういうことは先生とかもねやってくれているので、感謝です。で浪人生に関してはこれを全て書いた後に、この封筒に入れて、ポストではなくて郵便局の窓口に提出する、まあ、そういう形ですね。つまり改めて言うと、事前に必要なのは卒業証明書、そして、先の払い込みですねこれに関しては、正式通知を希望するの3教科以上でお願いします。いくつかこれもね住所と名前全部書かないといけなかったりとか、もちろんここ、まあ、銀行に行ったらね、もし、ミスしてたら銀行員の人が言ってくれるので、改めて、ただしっかりと書くようにしておいてください。でじゃあそうなった時に、じゃあ実際書いてみましょうか。まずいろいろここの、冊子にはですね、今後のスケジュールだったり書いてあるんですけれども、まあ共通テスト3回目ですので、そこまで1回目2回目とは大きくは変わってないと思います。で詳しい情報を知りたい人はオフィシャルなページで、お願いします。じゃあまず、いきますね。ここから、高校行動、これに関しては僕であれば、まあ皆さん模試とかでよく書いてると思うんですけれども、こちらに載ってます。例えば高松高校であれば、37108E。はい。ということで書きましょうか。37108。出身校、学校名ですけれども、ちょっと怖いので、ちゃんと見ましょう。でこれね、なんとなくで書いちゃって、後から訂正とか、本当にめんどくさいので、ちゃんとしっかりと調べてみましょうか。で、実際ですね、ここですね、はい、このページですね、この志願表の記入方法っていうところに載ってます。まあ誤った場合にはこういう二重線を引き、なんとかなんとかで訂正は不要です。こういうことも書いてあるので、しっかりと正しくね読んでおいてください。で出身学校名は後は書きますね。はい、で希望はしない、で学校記入欄はいパスで、全日制、普通科、卒業者、卒業した年26、っていうところですね。であとは氏名書きましょう。会所で丁寧に、そして生と名の間を1マス空けてください。実際緊張ねすると思うんですけれども、こういうルールに関してはこれ受験本番もねしっかり見るようにしてください。だからいい受験の練習だと思って、そして受けもそうですね、で濁点および半濁点は1マスを使用してください。なので
はい、こうなります。で、性別は男性、生年月日は平成8年の、8月0をね記入してくださいと、はい、よくあるパターンですね。08年の3月1日野菜の日ですね、野菜と。で、電話番号ちょっとここでは写せないんですけれども、書きますよと。で、現住所も書く。で、この現住所書いたものが受験票に記載されると思いますので、しっかりと、ここ間違えないようにしてください。で、これを書いた上で、あとは最後残ってるのはここですね、まあ、ほとんどの方同じだと思うんですけれども、国語、受験します。これ理系文系かかわらず受験する。で、理系の人は地理公民っていうのは基本的に1科目受験、数学は受験します。で、理科に関しては理科1っていうのは理科基礎、理科2っていうのは普通の理科、理系ならね物理科学とかなんで D、 そして外国語は A ですよと。で、あとこちらに関しては希望丸しないでください。別のやつですからね、言語とか。で、正式通知は希望しますよと。だから18,800円必要です。で、あとは、先ほどですね、この E っていうのは、これはこれですね、これをちゃんと銀行に支払いましたよっていうのをもらえるんです、 D と E が。だから D は自分で保存して E っていうのはここに貼るということですね。そのような形でした。あとはこの志願表を書き終われば、こちらですね、最後見ましょう。これすごく丁寧に書いてます。これ何かっていうとですね、こちら、はい、あなたは高校の在校生ではないですね。これ書くのは基本浪人生なので、はい、志願票入ってます。これも後で書きましょう。で、検定貼り付けですね。そして資格証明、卒業証明書、こちらです。はい、で、卒業証明書は封筒から出してください。そして配慮申請書、まあ配慮しない人はね別に書かなくていいです。で、1人分の出願書類、そしてポストには投函しないってことね、これ大事です。で、10月6日までなんですけれども、まあ、消印有効なので、本当に間に合わなかったら10月6日の、郵便局に行けば多分大丈夫。ただ、今ね、これ上がってるのは10月4日だと思いますので、しっかりと、皆さん、もし万一友達の浪人生で出してないよとか、あれ10月3日忘れたって人はですね、まあこのような形、現役生に関しては関係ないっていうよりは、もしかしたらね関係する方もいらっしゃるねかもしれないので、ぜひちょっと、しっかりと伝えておきました。改めて共通テストね、しっかりと、こういう手続きを踏んで受けるということなので、僕自身も緊張します。ただもちろんですね、僕の方は皆さんにこの共通テストっていうのを含めて、還元します。そして僕だけではなくて、熊田いや、よすけ、この、2人もですね、しっかりと受験をする上で勉強して、そして勉強し直してですね、やはり皆さんに、しっかり高得点を取ってもらえるような、動画っていうのを出していきたいと思いますので、ぜひね、これからもご覧ください。それでは、じゃあ一旦志願表ね出していきましょう。 Enjoy。 はい、これから願書の方を出していきたいと思います。はい、行きましょう。はい、行こう。緊張するね。おい、なんよそんな受験生おらんよ。ちょっと、はい、じゃあこれから郵便局の方に出願していきたいと思います。はい、いってらっしゃい。はい、無事出せましたか。はい、無事出願の方完了しました。はい、じゃあもうこれからね、ぜひ受験生のために一緒に頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。はい。